うん、武流祭の時期なのに誰かと思えば、まさか君たちとは。それに君も。おっと、冷たい反応じゃないか。どうやらディルックの旦那にあまり歓迎されていないようだ。なんといってもここは俺の家でもあるからな。祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣だろう。用があるなら単刀直入に言ってくれ。用ならお前も言及していた武流祭のことだ。待ちに待った武流祭を祝うため、代理団長はわざわざ教会と冒険者協会に連絡を取り、イベントを企画した。だが問題は騎士団の財政状況だ。俺が言わなくても想像はつくだろう？騎士団の面倒事なんて、僕には関係ない。おいおい、非常だな。俺ですら今のは耳を疑ったぜ。みんなの努力はどれもモンドのためじゃないか。暁ワイナリーの武流祭限定ワインを飲んだのはもう随分と前のことだ。モンドの住民たちもきっとそう思ってる。もしかしてお前、自分があまり酒を飲まないからって他人にも飲む機会を与えないつもりか？おい見ろよ、ガイアのやつ露骨にいろんなことをおねだりしているぞ。そういえば知ってるか、騎士団の連中はディルック先輩が温かい家族のところへ戻ってくるのを心待ちにしてるんだぜ。ディルック先輩の人望があればチャリティーショップの行列も高飛びの浜までできるだろうな。まったく、口先がうまいだけじゃ僕は動かない。そのよく回る舌を動かす体力は祭りの治安維持のために取っておくんだな。経費のことはメモしておいた。ヘルターと詳しく相談するようエルザーに言っておく。つい最近新しい酒ができたところだ。ちょうど日々苦労している労働者たちの慰労に使える。君の名前でサインするか。そんなに俺のことを困らせたいのか。暁ワイナリーから出荷されるものに現騎兵隊長の名前を書けるわけがないだろう。なんだ、よくわかってるじゃないか。ではこの件はアデリンに任せて匿名で輸送しよう。感謝するぜ。わあ、ディルックの旦那は気前がいいな。オイラ飲めないけど今の話を聞いただけでテンションが上がってきたぞ。君たち二人も武流祭のために来たのか。レーザーのやつも大変だな。あっという間に大きくなって父親を探すことになるなんて。ディルック、助けてやれよ。なんでか知らないけど、クレイは母親探しでガイアは父親探しになってるな。その方が言いやすいのかもしれないけど、聞く側は絶対に勘違いするぞ。理解したから問題はない。ワイナリーに少し古い酒樽がある。年季は入っているが特殊加工されていて、烈焔花で長時間焼いても問題ない。これならきっと君たちの要望に応えることができるだろう。おう、それでいいぞ。いつ運びに行けばいいんだ？その必要はない。僕がフェアの方に手配しよう。エンジェルズシェアの屋台のところで受け取ってくれ。やっぱりディルックの旦那とのやりとりはスムーズで楽ちんだな。ヒヒ。じゃあレザーの代わりに礼を言うぜ。礼ならいい。友人同士助け合うのは当然のことだ。ディルックの旦那は情に熱いいいやつだな。うん、そろそろ食事の時間だが、食べていかないか？そういうことなら俺は邪魔しないでおくぜ。祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣。ガイア様もそうおっしゃっていましたし、残って一緒にどうでしょう。アデリンにこれ以上迷惑かけたくないんだが。遠慮しすぎですよ。あなたは毎回騎兵隊長としてお帰りになるので、
私もいつも騎兵隊長にお茶を入れるだけ。ガイア様のために夕食を用意する機会なんてありませんでした。さっきの威勢はどうした？舌がよく回るはずだったが。ディルック、お前アデリンをがっかりさせたくないだろ。まあいい。じゃあお言葉に甘えて、アデリン一人分追加してもらえるか。おはー、お腹いっぱいだ。それならよかった。何か食べたくなったらいつでも気楽に来てくれていい。そうか。じゃあ俺も旅人にあやかって来させてもらうぜ。げ、ガイアのやつまたふざけてるぞ。さてこれで用事も済んだし腹も満たせた。仕事に戻るとするか。ガイア様、お気をつけて行ってらっしゃい。オイラたちもそろそろ出発するか。レザーの方はリサさんに任せてるから問題ないとして、ブリュー祭はやっぱりオイラたちの助けが必要だよな。ディレックの旦那、またな。ああ。家族か。何でもない。君も早く休むといい。僕はレザーと親しいわけじゃないが、何かあれば相談に乗ろう。